はい、こんにちは、やっとらチャンネルです。今日はね、ちょっとね、トラ一匹だけ連れてね、まあトラピックアップじゃないけどね、そのついでに山に入ってちょっと山菜を採りたいと思います。一応狙ってるのはワラビとタラメぐらいかな。そのぐらいをちょっとトラに付き合ってもらいたいと思います。あとこっち、じゃあちょっと山歩きながら行きます。サワガニの匂いがするもんだって。いるって言ったら見つけねえと気が済まねえあ、いたいたいた、やっぱり。え、イモリが、イモリがいた、うん、あ、ほら、日本トカゲが出てきました。うわ、さあ、取りますよ。ちょっとじゃあオタマジャクシを素手ですくってみたいと思いますママちょっと持ちてください足やったやっとらチャンネル。はい、とりあえずね、もうわらびがあるんじゃないかなと思って来てたんだけど、やっぱ今年はね、出が早いみたいでね、もう結構開いてたりとかね、取られちゃってたりとか。見てください、もうこんな感じでね、だいぶわらび開いちゃってますよね。ちょっとね、今年は早いですね。これ頭だけちょっと持ってきましょう、わらび。ちょっとした15分、30分いるかいないかで、このぐらい取れました。おお、取れた。山から出てる、染み出てる水のところとかかき分けるとね、サワガニが出てくると思います。ちょっと見てみます。サワガニの匂いがするもんだって。じゃあパパの鼻を信じてサワガニをほじほじしてみましょう。こんなとこなんか絶対見るよ、サワガニほじほじ。ちょっと待って、ほじほじ。ここにね、ちょっと葉っぱをほどくと申し訳ないけど、サワガニほじほじ。いるって言ったら見つけねえと気が済まねえしばらくお待ちくださいいるはずなのに、ほら飽きちゃったねいるって言った以上見つけねえとパパ嘘つき終わりされてしまうのでここなら徹底だよな。サワガニの匂いがするなんて言っちゃったもんだからな余計なこと言っちゃった。余計なこと言っちまったかな。こんなの意地だ。ママじゃあトラ持ってきて。やる気だ。サワガニ見つけないと帰れないみたい。ほらいた。やった。そうでしょう。やっぱりパパの鼻に黒いはなかったです。サワガニの女の子、メスね。ほら、女の子。ここで卵をね、抱えるからね、男の子よりもね、お腹のね、ちょっとめくっちゃうとかわいそうだけどね、ここがね、大きいのがね、女の子ですよね。手袋がしゃがってパパ普段手袋しない人なのでね、ちょっとね、今日ね、わらび取りだったからね、アクがついちゃうからあれだけどね。どうでしょう、サワガニの女の子ゲットです。サワガニの女の子いるって言ったらいるんですよパパがまあ探すはね、もうちょっといるだろうけどね、まあ一応ね、嘘つきにならないように権威を保持するということで意地で見つけております。はい、じゃあサワガニ食べないよ鼻つままれるよ。サワガニの女の子でした。じゃあリリースします。可愛いよね。
下あたりに。ね、かわいいかわいい。潜ってる。潜った。じゃあ、パパが繊維を保持したということで。でもちゃんと行ったでしょ。行った、1だったもんな。あのね、決して編集してね、どこからか持ってきたわけじゃないですよ。ちゃんと言ってたとこ来たんだけど。先まで戻ってきたので、ちょっとまた場所移動してから撮影したいと思います。はい。みんな赤ガエルかな、日本赤ガエルの卵。トロすげー入ってった。わかったいぞトロ。うちゃうちゃちょっとでお玉ジャッキーを続いて作ってみたいと思います。ママちょっと持ってください。あそこにいっぱいいる。見せてください。逃げられちゃうかもしれないな。ちょっと待って。こんな砂のとこ下に降りてきた。いやでもわーって行っちゃったもん。本当だ、すごいいる。なんか若いっても俺たち多いキャンプはしない方がいいと思う。明日に送る足首。タマジャクシ。タマジャクシ。どうでしょう。赤ガエルだと思う。ヒキガエルじゃなくて赤ガエルね。リリースします。はい、ありがとう。トラに見せたかったさ。タマジャクシ。トラ見てた？いや、最近興味ない。はい、じゃあ次行きたいと思います。まだね、タラナメとか全然撮ってないので寄り道でもそういうの楽しいよね、やっぱり。もはや車の中からお届けしております。さすがにやめた。でかすぎる、開きすぎてるタラナメを撮ろうとして取って帰ってこれないパパです。さあ次行きましょう。イモリがいた、うん、どこ？あそこ見える？影が見える。ちょっと待って、うん、え、どこん？逃げちゃうかもしれない。何で行けば逃げちゃう？ああはいはい、水の中ね。そう、ここと向こうに、うん、まだ若い子がいる。イモリがいました。ちょっと撮るか。この手前の撮れるでしょ。よいしょ、ほら撮る。赤原イモリだ。まだ若いね。赤原イモリもここに毒腺つって毒があるからね。強い毒はないけど。赤原ちゃんがいました。かわいいね。いましたね。リリースします。あそこにも2匹いる。ちょっとトラフリーになっても平気かな。よいしょ。行くね。どうもじゃんよ、トラちゃん。今日はね、ドラちゃんの会ということでね、また山に来てますよ。場所をちょいちょい変えてね、遊びに来て、そのついでに、そのついでですよ、タラの芽、わらび、ね、あとイモリがいたりとか、オタマジャクシがいたり、
いや、 やっぱり自然はいいですね。なんて言ってこんなのタオルなんて頭に巻いてきちゃってますよ。ちょっと空探索しようか。イモリちゃんに来たことだし、この辺にもオタマちゃんがいっぱいいるじゃん。ほら、これもアカガエルのオタマジャクシかな。日本アカガエルなんてね、綺麗だよね。アカガエルちゃんもね、ルル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 ルなんて鳴いたりとか、ね、日本アカガエル。お、日本トカゲが出てきました。うわ、さあ取りますよ。逃げられた。逃げられた。あれ嘘だろ。この俺が逃げられてやんの。嘘だろ。蛇の抜け殻がここにありましたね。俺が逃がすとは。そういうショックなこともあるんですね。本当は待ってたの。トラ、ありがとう。トラが慰めてくれた。パパが日本とかを逃してしまったから、でここにエビの毒殻を見つけて、何の、シマヘビかな、微妙なところのヘビの毒殻ね。ということはこの辺にいるってことですね。これ何の足跡だろう。人間じゃないし、すげえでけえ犬なのかな。人間のかかと？いや、これ何だろう。これじゃあ分かる人教えてください。トラ？トラ？トラ？トラじゃん。なんだ？二人立てやがって。